皆さんこんにちは、ハスコです。前回トラベルナースになるっていう決意表明の動画をアップしたと思うんですけど、いろんな意味でなんか結構厳しいかもって思ってきました。もちろんその諦めるとかではないんですけど、いろいろ調べたりとかもっともっとこう詰めていくと思ってた以上に難しいなっていうふうに思ってきました。ここからはその理由を詳しくこんな感じで話していこうと思います。もちろん批判的なコメントをめちゃめちゃ気にしているってわけじゃないんですけど、スキルがないとかトラブルナースなんじゃないみたいな、舐めてもらっちゃ困りますみたいなコメントもあったりして、でまあスキルの面で言うと、一般的な、技術はあると思うんですけど、臨機応変に耐えられるようなベテランナースっていうわけではないので、確かにその辺も自分的にも心配な面はあるかなって思います。そういうのに挑戦してみたいっていう気持ちは結構強いので、まあその辺は前向きにはやっていけるかなとは思うんですけど、やっぱ前も言った通り、トラベルナースって聞くとなんかトラベルで旅行で、あ、なんかその楽しそうみたいな響きも強いかもしれないんですけど、こうやっぱ看護師不足だったり人手不足のそういう離れた地域とかで即戦力として行くっていう、トラベルナースイコール応援ナースみたいなイメージもやっぱ強いと思うので、時間マッチしていない部分はあったりするかもしれないです。そのトラベルナースっていうきちんとした定義が、全国を転々とする、かつ病院と6ヶ月契約するナースっていうことで、まあ中には6ヶ月じゃないところもあるんですけど、基本的になんかその病院とちゃんと契約するっていう感じで、6ヶ月はちょっと長いかなっていうのが正直なところですね。っていうよりかはやっぱ派遣のそういうところに登録して単発で出たりとか、長くてもその地域に1ヶ月でちょっと全国を回りたいなっていうのがあるので、トラベルナースがメインになっちゃうといろいろちょっと難しいところがあるんじゃないかなと思います。なんでトラベルナースやろうと思ったのかっていうと、やっぱ全国のいろんなところに行ってみたいからっていうのが大きなところなので、トラベル派遣ナースみたいな方が近いかもしれないです。全国を転々とするという意味ではトラベルなんだけど、派遣というかそういうサイトに登録してどんどんとしていくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってきました。で、あとはどこでその最初トラベルナースとして働き始めようかなっていうのもめちゃめちゃ悩んでて、かなりたくさん選択肢があるので、 DM とかこういうところがいいんじゃないとか送ってくださる方もいて、親身になって私のことをこう心配してくださってる方もたくさんいて、本当にありがとうございます。ここがいいんじゃないかなとかいうのがあればコメントしてくださると嬉しいです。インスタグラムのなんかちょっとインサイトっていう、何歳ぐらいの方が見てどこの地域の方が多くてっていうのを見ることができるんですけど、以前なんか YouTube でアンケート取った時、私が結構なんかこう大雑把な選択肢だったので参考にはならなかったんですけど、インスタグラムはですね、県別で出てきてくれてて、ハースコのインスタを見てくださってるのはどこの県の方が多いのかなって思ったら、なんと神奈川県の方が一番多いっていう風に表示されてて、ちょっと意外でしたね。なんかでその次が愛知、北海道、静岡っていう順番でした。神奈川っていうのは結構意外でしたね。神奈川に行こうかな。ハスコチャンネル。看護師ってもう使うこと自体に結構敏感な方も
多いのかなと思って、まあ、資格とかは持ってるし今後もやるんですけど今はやってないから、でもそのコメントとかリクエストでたまには白衣のハスコちゃんを見てみたい、車内でこうちょっとゆっくりしてほしいっていう声もあったので今日白衣着てみてるんですけど、看護師のことで、まあ、批判的なコメントが多いから、まあ、今後トラベルナースをやっていくにあたってもここまでこう看護の情報を出すかとか、まあそういうコメントがあるってことは私のことが好きで見てくださってるわけじゃない一般の方まで広まってるっていう可能性もあるので、増えていくのは嫌なことでもあるけどまあいいことでもあるのかなみたいな感じで、まあ前向きには捉えられるようになってきたので、その時の状況に応じて看護のこととかも発信できていけたらいいなと思います。ここからは車内で休憩していこうと思います。気持ちいい。ハスコチャンネル、じゃーん、敷布団パッドを買ってみました。敷パッドシングル暖かパッド S 100×20cm 30% 引きで1810円でした。イエーイ。ニトリのマットを今使ってるんですけど、まあ、カバーはついてなくて、ここ最近なんかだんだんこう生地感が肌触りがちょっと悪くて今回これを買ってみました。あとこちらも 30% 引きで903円の膝掛けを買ってみました。では早速敷きパッドを引いていきたいと思います。あ、めっちゃ気持ちいい。肌触りがいいです。ここがゴムになっているのでこれを可動に合わせていきたいと思います。すごい気持ちいい。あのぴったりです。ぴったりでした。ちょっと水色になったので雰囲気が違って見えるんじゃないかなと思います。最高。やっぱ前まではチクチクした感じがあったんですけど、ふわふわして気持ちいいです。でこれから秋にかけて寒くなってくると思うので、じゃーん、これもなんかモコモコして肌触りがいいと思います。長さはこれぐらいです。ほんと膝掛け今そんなに暑くないからこれぐらいがちょうどいいんじゃないかなって思います。これやっぱり片付けるべきか。ああ、これまだ病院とかで着たことない綺麗なやつなんで安心してください。ハスコチャンネル、今からカフェタイムにしようと思います。なんかセブンで新しいおやつを見つけたので紹介したいと思います。じゃーん、白餅たい焼きチョコクリーム。これカスタードは見たことあるんですけどチョコクリーム初めて見ました。鉄分の、ジュースです。いただきます。うん、おいしい。カスタードもおいしいけどチョコもめっちゃ美味しいです。もちもちでチョコがめっちゃ美味しい。あのショートでもあげたんですけど、ゾンビになるまでにやりたい100のことってアニメにかけてネイルにしてみました。医療従事者とかは絶対ネイルできないんで今しかないですよね。普段ネイルをしない
生活だったんで、ちょっとした動作でも引っかからないか心配になって気をつけるようになりました。はい、というわけで新しいマットもゲットしたので、車中泊の旅を楽しんでいきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。